どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回はたまキャラパート11やっていきたいと思います。早速今回やっていくことなんですけども、こちら見てください。経験値がねまた減りました。というのも1回ですね、あの略奪者たちがね襲撃してきたんですよ。それでね、やられちゃいましたね。はい、いやね、そろそろ本当にエンチャントというものをしていきたいんですよ。ただやっぱりエンチャントには経験値って必要不可欠ですよね。ということで今回やっていくことは、経験値を効率よく貯められるゾンビ経験値トラップを作っていきたいと思います。説明しよう。ゾンビトラップとは、周辺にゾンビが無限に湧くゾンビスポナーを利用したトラップのことである。このスポナーを利用してゾンビを一箇所に瀕死の状態で集め、とどめを刺すことで大量の経験値とアイテムがゲットできる画期的で効率的、まさに最高のトラップなのである。今回は水を使ってゾンビを高い位置まで持ち上げた後、一気に落下させ瀕死状態にし、とどめを刺すというメジャーな方法をやっていくよ。実はですね、また私成長を頑張りまして、こちらの写真を見ていただきたいですね。はい、でこちらが整地する前の写真で、ちゃんとなんか山みたいなのがあると思うんですけど、そちらをじゃじゃーん、全部くり抜けました。そしてね、湧き潰しの範囲もねすごく広くしましたね。はい、ということでね、こんな感じで整地とかいろいろ裏作業も頑張ってるタマさんでございます。渓谷探検の時にねスポナーをね見つけてるんですよ。こちらでございます。はい、ゾンビスポナーを見つけちゃったわけでございますよ。そしてね、ゾンビトラップ、ゾンビの経験値トラップをね、作るのにすんごい時間がかかるんですよ。私はね。だから、ある程度、最初の段階の仕込みをね、しておきました。これがゾンビスポナーの中心の部分でございます。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 マスと、こっちも1,2,3,4,5,6,7,8,9 マスの範囲を掘りました。縦がですね、スポナーから2マス分上下、掘りました。ということで、高さが5、そして横と縦が9マスということでございます。まあ、これもね、調べたものでやってるので、まあ、多分合ってると思います。はい。そして私がね、今回使うアイテム、こちらに揃えてあります。結構ね、多めに用意してるので、多分足りると思うので、大丈夫だと思います。で、まずはですね、結構ね、今回水を多く使うので、無限水源というものをね、作っておきたいと思います。あ、これ真ん中を取れば無限水源ですね。オッケー。ということで、まあ、早速作っていきましょう。雷が鳴ってるね。うん。で、私はこっちからこっちに水を流すので、ここのね、ところを掘っていきます。はい、2段目も掘っていきます。いや、今回やばいよ。ちょっと私、なんか、マインクラフターみたいなことしてる気がするんだけど。で、ここをね、2段掘りました。そしたら、ここもね、4マス。この、あ、嘘。嘘でーす。嘘でーす。はい、皆さん何もなかったことにしましょうね。はい。ここ2マス掘りまして、高さ2マス掘りまして、ここのね、一番端っこのところ一つ、ここをね、掘り下げます。そして、1,2,1,2,1,2,1,2と、4マス分、高さは2で掘っていくみたいです。あー、これ成功するかな？大丈夫かな？不安なんだけど。いや、だって初めてのさ、ゾンビトラップだからさ、そんで、あっちから水をファーって流してきて、こっから水がファーって流れていって、で、さらにこっから水が流れて、で、ここにね、今回の主役、ソウルサンドくんを使っていくんですね。で、なんかこのね、ソウルサンドくんが、この上に水を置いた時にね、上に向かって泡ブクブクってなって、水上エレベーターみたいな、そんな感じになるっぽいんですよ。いや、すごいよね、本当に。マイクラってすごい。可能性を感じるわって感じ。で、ちょっと待って、ここら辺さ、綺麗に滑らかな石ブロックに変えよう。まあ、そういうところ気にしちゃうから、私ね。いや、やっぱね、私大型なんですけど、いやー、ちょっと貴重面だね。どうしよう。やばい。貴重面で有名になっちゃうかもしれない。貴重面系実況者になっちゃう。やばい。どうしよう。恥ずかしい。
よし、それで、ソウルサンド奥までできましたね。そしたらなんかこの上に22マス分にね掘るっぽいんですよね。ということで早速掘っていきたいと思います。でなんかこっち側からでちょっとねガラスでゾンビがね登っていくところをね見えるようにしたいので、ちょガラスも張りつつ登っていきたいと思います。で私が今高さがね41のところの高さなので、そっから22を上に上げるとすると63ですね。63ちょっと滑舌っていうかイントネーションだね。だから63の高さまで登っていきます。はい、これで今ね63です。であっち側にゾンビスポーナーがあるんだよね。で水でこう流れてこう切るってことだよね。ってことはこっちに掘るってことかな。こういうこと、ここをこういうこと。ちょっとみんなわかるかな、わかるかな。ここ2マス分掘ってでまたこっから下に22マス分降りていきます。ということでこっちもやっぱガラス張りにしたいので、ちょガラスを置きつつやっていきましょうか。うわー雷めっちゃ鳴ってる、怖っ。てかさ雷が鳴ってたらなんだっけ、帯電クリーパーみたいなのがなんか出現するっていうか、なんかなんだっけ、クリーパーに雷が落ちたら帯電クリーパーっていうクリーパーになるっぽいんですよ。でそうするとねレアなアイテムが手に入るっぽいんですよね。いつかやりたいな。ただ雷ってさなかなか降らないからさ、降るっていうかならないじゃん。だからあれなんだけど、あ待って今41、あそしたら多分こっち側にソウルサンドがあるはず。ほら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 、ねここに水が流れて上に行くんですよゾンビが。そしてこっちに流されてここに落ちてくる。そうするとゾンビは瀕死になるんですよね。そして瀕死になったところを私がとどめを刺してあげるので、ここでいいのか。そしてちょっとゾンビのたまり場、ヤンキーのたまり場みたいな、そんな感じのねゾンビのたまり場をね作ってあげたいと思います。あしまった、スコープ持ってくるの忘れた。ここにジャーリー高杉さんがいっぱいいるからね。でこのゾンビが落ちてくるところを見るところを掘りたいからまた掘っていきます。ここだね。よし。こっからゾンビが登ってきて、こっちに流れて、こっちに落ちていくっていう仕組みですね。じゃあ、ここもガラス張りにしていきまーす。ちょっと待って、怖いな。ほい！危ない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 。危ない！よし。ここガラス張りね。はい。降りまーす。まあ、はしご持ってきてるからね、はしごで登れるようにすればいいんだけど。よし、これで多分ね、流れ的には大丈夫なんだよね。ここはね、閉じるんですけど、そしたら、あと、ホッパーとかをね、設置していきたいと思います。うわ、鉄がある。ただ今、荷物が多くてさ、持ちきれないんだよね。悲しい。ここら辺もちょっと、綺麗にするわ。はい、ということでね、こんな感じで綺麗に整えました。そしてね、私はね、ハーフブロックを作るのに、ハーフブロック忘れてしまったので、ちょっとね、急遽作業台を作ってハーフブロック作っていきたいと思います。滑らかな石ハーフブロックを使いますと。それで、こっからゾンビが落ちてくるんですけど、今回ね、ホッパーをね、使っていきたいと思います。で、ホッパーの下に、チェストをね、置いて、自動回収を試みます。まずはね、ここにチェストを3つ置いて、ここにホッパーを置きます。ここの壁、余分だったからちょっと塞いじゃおう。こんな感じの状態かな？で、ゾンビがもう直接ね、ホッパーに落ちてくると。ただまだ落ちた状態ではゾンビはまだね、死なないみたいです。なんか瀕死の状態かな？で、瀕死の状態を一発私がね、とどめを刺せば、ゾンビはね、天に召されるということでございます。はい。で、あとは、ハーフブロックを、ここに、こうやって置いたら、完璧みたいですよ。あとはこっからね、こうやって、とどめを刺せるので、
これで OK みたいです。で、こっからね、あのアイテムも回収できると。で、ちなみにね、このホッパーとチェストをね、設置するっていうのは、まあやられてる方はたくさんいると思うんですけど、私も自分で考えてやってみました。そして、で、こっちにね、はしごをね、つなげて、ここ、スポーンブロックのところにつながるようにしました。ということで、早速ね、水を流していきましょう。まずはね、こっち側からあっち側に水を流すみたいです。ほいほい、このマスに沿って流していくっぽいです。あとはここかな。よし、オッケー。これでね、ここ一列からそれぞれ、水源を作りました。そして、こっちに流れていくんですね、ゾンビさんが。で、ここに落ちると。で、水をさらに流します。そうすることで、こっから落ちてきたゾンビさんは今度はこっち側に流れていくみたいなんですよね。そして、こっから水を流すみたいですね。そして、先ほど用意した看板を、ここと、あー、なんかめっちゃ打っちゃった。よし、ここと、ここに置くことで、なんとここで水が止まるみたいです。今日もなんか光が飛んでますね。そしたらあとはもう上からここに向かって水を流せばいいみたいです。ということで、ちょっと流していきましょうか。待って、これ登れる？これ。登れ。登れ。ないの？え、登れないの？これ。嘘。登りたいっす。オッケー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 。ちょ、待って待って、流される流される、難しい難しい、ちょっと待って、シフトシフトシフト、オッケー、あ、これでオッケー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 、いったね。よし、やばい、私がゾンビになった気分だ。私がゾンビになった気分だよ。オッケー。そしたらこっちから、さっき作ったこっちの通路を使って上から水を流していきましょう。さあ、成功するかな。これ普通に上から流していいの？ちょっと待って、タイマスとかも多分流れるよね。これでいいのかな。お、下に行ってってる、下に行ってってる。で、これがソウルサンドのおかげでブクブクなれば大丈夫なんだけど。あれ？どうだ？これ徐々に来てる？ちょっと待って。ん？なんか、順序はーってなってない？え、待って待って。それかさ、これさ、下から地道にさ、水源作っていくしか、え、どうなってる？え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 ？謎なんだけど、え？ What？ ちょっと待って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 。水抜いたよ、もう私。ちょっと待って、一旦入ってみよう。え、え、あ、登ってったけど、あ、待って、あ、なんかここに空洞がある。これのせいか。オッケー。はい。で、これじゃあさ、下からさ、地道にさ、水をやって登っていくしかないの、もしかして。え、それめっちゃ大変じゃない？いや、皆さんちょっとじゃあしょうがないので、バケツに水をめちゃくちゃ汲んでいきたいと思います。ちょっと待って、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 これどうなってんの、どうなってんの？オッケー、オッケー、オッケー。てかみんな聞いて。水が透明なんだけど、どういうこと？よくわかんないけど。とりあえずこれで、こっからまた水を流せばいいってことかな？あ、ダメだ！あ、待って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 、暗い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 ！あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って。あ、ここにも看板を置かなきゃいけないのか。なるほどね。ここに。これでいいのかな？そして、こっから水を、こう？あ、ここ塞がなきゃいけないのか。これでいい。これでいいのかな？なんかさ、本当に水がおかしいんだよね。これさ、上にね、泡がブクブクいってるのはわかるんですけど、ただ水が見えないんですよ。こんなことある？なんか初めてこんなん見た。こうやって泡が上に行って、で、こっちにね、水流、あ、あれ？待って。え？やばい、死にそうじゃん。え、なんでこんな死にそうなの？え？ちょっと一旦食べよう。落ち着こうね。なんか、あれ？水止まってない？もしかしてさ、これ2段も必要なかった？このブロック2個分もいらなかった？え、マジかよ！嘘だー！これいらなかったのかな？ここ。で、これはいらんってこと？あ、じゃあこの看板もいらないやん。あれ？あ、そうなの？じゃあこれを下に掘っていけばいいってことだよね。オッケー。あ、でもこれでいいか。いいね。オッケー。よーし。で、こっから登ってって、
こっから落ちてきて、ここでとどめを刺して経験値もらえるし、アイテムも落ちる。よし、じゃあこれで本当に流れる。びっくりした、びっくりした、あ、痛い痛い痛い、あ、落ちちゃった、びっくりした、落ちちゃった。あー、でも今すぐに湧いたね、びっくりした。うわ、暗、ここは暗くていいんだよね。でもえ、ちょっと待って、これがあるとあれだから、これは消する。 OK、 とりあえずここで放置してたらゾンビが湧くんだよね。そしてさあ、ゾンビどうなってる？あ、来てる来てる来てる。あ、待って、やばい、ここ間違えたわ。こうだね、よし、で、いけよ、ワンパンで、いけよ、ワンパン、いきます。はい、あ、ワンパンじゃない、え、ワンパンじゃない、2パン2パン。これで、あれ、一旦修理するんで、そこで待っててくださいね。これでいい？これでいい？なんか、さっきより、ホッパーと、チェストの距離感、近いよね。いい感じだよね。なんか、いい雰囲気だよね。よし、これで、これで、取れるかどうか。じゃ、これ壊そう。でさ、ホッパーもう一つここにね、置きたかったね、こうなったら。まあ、とりあえず。さあ、これで入ったー、よーし、皆さんこれは成功なんじゃないですか。ちょっとここはあのホッパーまたあれしておきたいと思います。いや、でもとりあえず、じゃあもうちょっとだけね、ここでゾンビさんを沸かせて、経験値とアイテムの方をね、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、まあ、5分ちょっとだけなんですけど待ってみたので、様子を見に行っていきたいと思います。ということで行っていきましょう。おお、溜まってる溜まってる、おお、いいねいいね。ということで、こちらとどめを刺してあげたいと思います。さあ、みんな天に召されるのだ。なるべくこっちに来てほしいな、ホッパーがこっちにあるから。さあ、あ、あ、経験値見てなかった、見てなかった経験値、けど今18だったんですけど20になりました。おお、おお、そしてアイテムも、う、落ちてたのかなっていうよりも普通に私の方に手に入っちゃってる感じか。うん、なるほどね。まあ、入れておいて、おー、入ってるみたいな感じですね。はい、おー、いい感じいい感じ。はい、ということでね、今回は私初めてのトラップ系の建築をしてみました。建築っていうのかな、わかんないけど、ゾンビトラップ、経験値トラップというものをね、作ってみました。そしてね、これは大成功なんじゃないでしょうか。よし、これでね、経験値をね、たくさん貯めて、エンチャントの方をね、ガンガンしていきたいと思います。ということでね、今日の動画は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。もしね、まだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またね、グッドボタン、コメントの方もね、よろしくお願いします。ということでね、明日も一日頑張りましょう。タマでした。バイバーイ。